2010年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2010年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである 2010-2011ISU グランプリシリーズを構成した一大会。2010年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2010から2011年シーズンの NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会で国際スケート連盟が主催する2010-2011年シーズン ISU グランプリシリーズの第一戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年10月22日から10月24日にかけて日本、名古屋市の名古屋市総合体育館で行われた。2010 2011ISU グランプリシリーズ前、6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで、2010年世界、フィギュアスケート選手権の成績、2009から2010年、シーズンベストスコアランキング、2009から2010年シーズン終了時の、 ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界フィギュアスケート選手権の成績に基づいて選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。高橋成美、マービントラン組、キャシーリードクリスリード組が選出され、ペア、 アイスダンスの出場枠確認は返上された。招待選手のアルチョム・ボロドゥリン、イノウエ・レーナ、ジョン・ボルドウィン組、ステファニア・ベルトン・オンドレー・ホタレック組、エミリー・サミュエル・ソンエ・ヴァンベーツ組、アレクサンドラ・ザレツキー・ロマン・ザレツキー組、アーラ・ベクナザロはウラジミール・ズ・ u エフ組が出場を辞退。また開催国日本の女子シングル出場枠1が追加返上された。 追加招待されたエカテリーナルブレは、イワン・シェフェル組、ゾエ・ブランピエール・ルーブーケ組も出場辞退し、ジェレミー・テン、ジェナマ・マコーケル、ケイトリン・ヤンコースカス、ジョン・コフリン組、ミレーヌ・ブロデュア、ジョン・マッタータル組、ルツエ・ミズリ・ベチュコ・バーマ・チェイノ・バーク組、ペニー・クウムズ・ニコラス・バックランド組、トゥローツィドーラ・マヨル・バラージュ組が追加招待された。特に、 ブロデューア・マッタータル組は急遽開催中になってからの追加招待に応じた大会出場となった。各競技の上位戦席者には 2010-2011ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。ありがとうございます。